はい。それでは準備はよろしいですか？ちょっとね、僕、ストップウォッチとか時計持ってないんで、今、これ撮影 iPhone でやっちゃってるんで、10秒ちょっと、自己カウントでやっていくので、ちょっと時差あるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。やりますよ。はい。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対の足。ああ、やばい。もうすでにきついですね。きつい。もうすでにきつい。やばい。ちなみにこれ普通の今日背中のトレーニングだったんですけど、背中のトレーニング終わった後にやってますからね。はい、スクワットいきます。持ってくるのでやったんですけど、ちゃんと水分補給してくださいね。水分補給しっかりしながらやりましょう。10秒終わらない。もういいや。はい、次ワイドスクワットいきます。つま先の膝の出す方向だけね、しっかりつま先と同じ方向を間違えないようにしてください。回数はね、1周目終わったんで、次2周目また片足ランジから入ってきます。10秒経った。はい、次反対。これちょっと3セットって僕言いましたけど、2セットでいいかもしれない。僕ね、これなんでね、慣れてない方はまだ2セットでいいかもしれない。ちょっときつすぎる。3セットは2セットでしょう、ね。戦略的撤退ですから、これは逃げじゃない。ふっ、ふっ、よっしゃ。ラスト。次ラストで、慣れてきたらこれセット数増やしてください。3セット。セット数を、まあそうね、あんま時間長くしてもあれなんで、3セットでも余裕が出てきちゃうようだったら、ちょっとした重りを持ってやってみてください。いやー、きつい。これはきついですね。お疲れ様でした。しっかり水分補給してください。